ここがですね、ポムテランっていう場所で、シンガラジャーの、なんていうか、一番端っこのところなんですよ。もうジャワ島の近くなんですけど、でここも、まあ、お寺があって、すごく綺麗なんです。ここのお寺は、プラキジンっていうお寺なんですね。すごく綺麗なんです。真ん前の方に、海があって、で、山なんですね。山はですね、ちょっと、まあ、石なんですよ。この石なんです。ここがプラキジンですね。向こう、まあ、もうちょっと前なんですけど。で、こっちの方は海なんです。綺麗ですね、ここも。まあ、ここがですね、猿とかもたまにいるんですよ。あそこにいっぱいいる。猿です。はい、で、ここが、まあ、休憩所かな。休憩する場所ですね。ほうほうほう、綺麗なんですね、この石。ここがシンガラジャの、ポムテラ、メンジャガンの方なんですけど、メンジャガンの方です。おー、こんな感じなんです。もうジャワ島の近くなんですけど、最高です。で、ここがですね、そのプラキジンです。はい、プラキジンの方に到着しました。ちょっと向こうまで行きます。はい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 。はい、皆さん、ドイバリカチャタのドイちゃんですが、はい、こんにちは、ドイちゃんです。今はですね、ここにいます、プラプラキっていう、まあ、電波サルから4時間ぐらい離れてる場所なので、ここは、まあ、お祈りしに来るんですけど、ここがお寺なんですけど、お寺はですね、あそこの中にあるんですよ。まあ、結構なかなか、観光客が来れない場所っていうか、ローカルの人しか行かない場所なんですけど、はい、ここですね、結構遠いんですよ。まあ、電波サルから4時間っていうのが結構だいぶ離れてますね。まあ、シガラジャ県、シガラジャエリアの方の場所なんです。スンバルキム。ケンケン。はい、ですね、今は家族とお祈りしに来るので、ですね、ここが結構、離れてる、ところなんですけどね、ここのお寺はですね、お店とか会社とかやってる方々が結構お祈りしに来る場所なんですよ。どっちかっていうと、お金の神様が住んでる場所みたいな感じですかね。まあ、そういう、精神的な、まあ、バリティがそういう考えなんですけど、だから会社とかお店とかやってる人たちがですね、ここでそのお供え物をしてお祈りして、でそこのお寺、あ、なんていうか、その神様がですね、そのなんていうか、お店とか会社がうまくいきますようにっていう意味かな、そんな感じです。でここがですね、結構お猿さんがいっぱいいるので、だからこんな感じでですね、ここ中にお祈りするんですよ。じゃないとなんていうかな、猿たちも入ってくるのですが、はい、ここですね。今日は、お祈りするので、また後でです。はい、ということでお祈り終わりました。ですね、ちょっとだけのお祈りなんですけど、
であとですね向こうの方にも行く予定なんです。でこのお寺はですねここに撮ってる人たちはですね、まあ、道端にあるお寺なので本当はですねメインは向こう上の方にあるんですけどでも、まあ、おだらんの時とかですねおだらん、それとお祭りの時は上までお祈りするんですけどでも普通にここで通るだけであれば、まあ、ここだけでいいんですよ、まあ、そこにもお坊さんがいるんですね、まあ、なかなか、ここまでは何ていうか結構離れてるから電波あるからですね4時間ぐらいの場所なのでなかなかここまで、お祈りしに来る人が少ないなんですけど今日はわざわざ家族でですねちょっと暇なんでそれと解散のための神様をね、そういうこともあるんですけど。